C の小陰図騙す筆、桑山騙す完成11年4月13日は、江戸時代中期の文人画家、美術評論家、祇園南海呂楼解析とともに、紀州三大難画家と称される。紀の国出身。名は、聖金をはじめに、つぐみき、つぐあきさんと改め、字を、白水、子、千、秋を、通称は、しげ平次。 五は多摩須の他に、名高古寺、かゆき良人、玉津島良人、阿詩、また道号は鶴、後園、かゆき道、長雨道、観光者など。延響三年、海鮮業、両外商の桑山商との子として、木若浦に生まれる。桑山家の祖はもともと武家であり、天正十三年に、若山城代となり三万国を廃領した、桑山重春を過祖とする。 いつの頃から武士を辞め、父、ショーとの代には、江戸、武蔵神奈川などに支店を持つ商家となって、流星していた。タマスは7歳の時父を亡くし、一族の援助を得て、家業を継ぎ、19歳の時名字立て脇を許される。明和5年に神奈川の支店を消失。それと、愛前後して持ち船3層が難破し、大損害を受け事業が傾いたが、 直後に開墾事業を起こし大きな成果を上げた。青年期を実業家として過ごしたが、やがて農業に転向する。画業は19歳の時に中国絵画の模写などを行っていた。すでにこの頃から江戸や京都で旺盛に書画収集を行っていた。その後江戸の接収派とされる桜遊期間に手ほどきを受け、後に仮の葉にも触れたようだが共に、 大いに失望させられた。発表されなかった、画論書、つぐかん画論において、これらを手厳しく排撃している。26歳の頃、開墾開発事業が、一区切りつき、画業に本腰を入れ始める。柳沢紀園や新人の伊吹球、陳南平に失縮し、課長画を描き、大阪の池大河、甲府洋、木村県阿蘇堂などとの交流から、 山水画に自らの本領を見出す。このように画を一人の死について長く学ぶことはなく、ほぼ独学であった。学問は儒学者であり、監視人の細藍藩斎を死と仰ぎ、31歳の時藩斎像を描いたが、これがタマスの唯一の肖像画である。その後、山水画と共に神経図を精力的に制作している。 50歳の時奇襲の一つ下の後輩である、ノロ解析らと共に、熊野に有歴し、この経験をもとに、熊野気象図鑑や、夏幕風図などの傑作を残した。タマスは当時評論家として知られ、完成2年に、ガロン、ガエンヒゲンを表し伊勢長島藩主、マスヤマ切祭に献上した。これには、外白な知識をもとに、文人ガロンを展開している。 その年の秋には、タマス合衆を脱行している。日本の文人画論はタマスによって完成されたと言える。完成11年4月13日、死去。去年54。墓所は、若浦中一丁目の総よ寺没後、以降、江地悲言が、木村県阿道によって刊行された。この中で、俵や総達や小形降臨を、 日本の難州側であると鋭い評論を述べ評価された。ありがとうございます。